4回転アクセル初認定、羽生譲弦のジャンプが世界一美しい理由。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。北京冬季五輪のフリープログラムで、世界で初めて4回転アクセル、4回転半ジャンプを ISU から認定された羽生譲弦。羽生のジャンプの秘密やライバルのネイサンチェンとの違いを、 科学ジャーナリストが徹底解説するフィギュアスケート男子の羽生結弦は、北京五輪を4位で終えた。だが、国際スケート連盟 ISU 公認の国際試合で初めて4回転アクセル、4回転半ジャンプを認められたものとして、歴史に名を刻んだフィギュアの男子、女子シングルはショートプログラム、SP とフリースケーティング、FS の総合点で競い、 各演技は技術点と演技構成点で採点される。技術点では選手が決められた数のジャンプ、スピン、ステップを実施し、審判員が個々の要素を基礎点と出来場点、GOE で評価する。演技構成点ではスケート技術、要素のつなぎ、演技力、構成力、曲の解釈の5項目を評価する。ショートに3回、フリーに7回含まれるジャンプの配点は、 技術点のうち、ショートで7割、フリーで8割を占め、勝敗に最も影響するジャンプの種類は基礎点の高い方からアクセル、A、ルッツ、LZ、フリップ、F、ループ、ロ、サルコー、S、トーループ、T の6種あり、同じジャンプなら回転数が増えるほど基礎点も高い。特に男子では、4回転ジャンプの種類と成功回数が勝敗の鍵となる。 北京五輪では前回五輪と比べてジャンプの基礎点が軒並み下がり、GOE がプラス5からマイナス5までの11段階評価に拡大された。転倒や回転不足に対する減点も厳しくなり、北京五輪で勝利するためには、より質の高いジャンプの成功が必要となった羽生の武器は、世界一美しいと称されるジャンプだ。だが、ジャンプのうち、決まれば高得点を叩き出す反面。 ハニュー自身もこれまでに成功したことがない4回転アクセルの挑戦には、金メダルを取るためには飛ばない方が良いと否定的な意見も多かった。一方、最大のライバルで世界選手権を3連覇中の名産チェーンは、ハニューよりも多種類、多数の4回転ジャンプを演技に入れられるのが強みだ。ルール上、4回転アクセルが飛べないショートでは、実施予定の技術要素の基礎点の合計は、ハニューが45.8点に対し、 チェンは49.87点。フリーではさらに差が広がり、ューが96.9点、チェンが101.24点だった。両者は演技構成点ではほとんど差がつかないので、ューは試合前から技術要素の計8点以上の差を GOE でほせざるを得ないというハンディを追っていた。それには大限定になる転倒や回転不足を防ぐのはもちろん、 ジャンプの美しさや完成度をさらに高めて GOE を稼ぐ必要があった羽生の技術あってこその挑戦。羽生のジャンプの美しさは、丸1高さと幅がある、丸2空中で回り切って余裕を持って着氷する、丸3空中での姿勢がまっすぐで、着氷時の姿勢も伸びやか、丸4助走が短く、着氷後もスピードが落ちないことにある。これらの特徴は、GOE で加点を得られるだけでなく、 羽生が4回転アクセルへの挑戦を現実的に考えられた要因にもなったはずだ。丸1と丸2はジャンプの対空時間が長いことを示している。対空時間は跳躍の高さに依存する。例えば2019年世界選手権賞との3回転アクセルを見ると、羽生は跳躍高が69センチで対空時間は0.75秒だった。チェンも決して低くはないが、 跳躍高が60センチで耐久時間は0.58秒だった。ジャンプで跳躍高が高いと、離れ降り時の速度を無理に上げなくても飛距離、幅を得られるので、助走を短くしたり直前まで独創的な振り付けを行ったりできる。さらに空中での姿勢がまっすぐでぶれないと、体の回転半径が小さくなって無駄がなくなり、 着氷後もスピードが落ちにくくなる、すなわち4回転アクセルは高い跳躍力を可能とする権力と、無駄のない動きを身につけている羽生だからこそ挑戦できたジャンプと言える。実際に、昨年末の全日本選手権で4回転アクセルに実戦で初めて挑戦した時は、両足着氷かつダウングレード1スラッシュ2以上の回転不足で3回転アクセル扱いとなったが、 73センチの大跳躍を見せた。チェーンは今年1月にインターナショナルフィギュアスケーティング誌で4回転アクセルについてインタビューを受け、怪我のリスクや3回転アクセルと比べて採点のうまみがないことを挙げて、習得には消極的な姿勢を見せたとはいえ、世界初の4回転アクセル成功者となり、フィギュア誌に名を残したいと考えるものも少なくない。北京五輪に出場したキーガン・メッシングは、 2018年に練習用補助具のハーネスを使って4回転アクセルを飛ぶ動画を SNS に投稿。3年前から5回転ジャンプに取り組むダニエル・グラスルは最近4回転アクセルの練習も始めた今年の全米選手権2位で次世代エースと目される17歳のイリア・マリニンも4回転アクセルの習得に興味があるというハヌー以外で4回転アクセル成功に最も近いのはアルトゥール・ドミトリーエフだろう。 2018年に ISU 公認試合のロシア杯で挑戦し、ダウングレードの判定で認定されなかったが、今年1月の全米選手権では国内試合とはいえアンダーローテーション1スラッシュ4以上1スラッシュ2未満の回転不足の判定で4回転アクセルが認定された4回転アクセル、初認定の大跳躍2年以上4回転アクセルに取り組んできた羽生が、 ISU 公認試合で世界初の成功者に確実になるには残された時間は多くはない。北京五輪は、羽生が四回転アクセルに挑戦する絶好の機会だった本番では、ショートの最初のジャンプで羽生は表情の穴に引っかかり、四回転サルコーが一回転になって点数がゼロとなる不運があった二本目の四回転トーループマイナス三回転トーループの連続ジャンプは、 同じ構成の全日本の時よりも4回転トーループが7センチ高かった。3回転トーループでは全日本とは異なり、GOE を得やすい両手を上げる飛び方にした。このジャンプは必ず成功させる。勝負を諦めずに少しでも点をもぎ取ろうという気持ちの現れだろう。3本目の3回転アクセルも難なく飛んだ。ミスは最低限に抑えられたが、 1>, 1位のチェンは羽生が持つショート世界最高得点を更新して113.97点を獲得。95.15点で8位の羽生はチェンに18.82点の差をつけられた逆転することが極めて難しい状況はフリーの冒頭でリスクの高い4回転アクセルを飛ぶ挑戦をやりやすくしただろう。73センチの大長躍は転倒こそしたものの 回転不足なく片足着氷して4回転アクセルと認定されることに最後までこだわるものだったバンクーバー五輪代表の小塚隆彦は着氷のために空中に飛んでいないといけない時間はあと0.03秒くらいと指摘した2本目の4回転サルコーでわずかな回転不足が認められたがその後は順調に演技した羽生はフリーではチェン、鍵山優馬に続く3位、総合4位となった試合後のインタビューで 4回転半への挑戦は続くかと尋ねられた羽生はちょっと考えたい。それくらい、今回、やりきっていると答えた競技でのジャンプ成功とは、回転不足がなく GOE でマイナスにならないことだ。羽生が世界選手権で再び4回転アクセルに挑戦し、完璧なジャンプを披露することを期待したい。中、ジャンプの動作解析は 30fps の競技映像を用いた独自研究。 フレーム数や撮影アングルの問題等により、アイス、ステーツ、カンセプトやアイスコープ、フジテレビの分析結果と一致しない場合もある、筆者、かね、あ明るさと、作家、科学ジャーナリスト、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろ